はい、皆さんどうもガメコです。本日もシティーズスカイライン PS4 版ミッション、今回はですねナチュラルディザスターの最後のミッションであります、こちらアルプスの小さな村やっていきたいと思います。はい、都市名はですね、アルプスの小さな村から取ってハイジ村というふうにしております。はい、で、難易度ノーマルなんですが、まあ他のものに比べたらね簡単という口コミがあったのでちょっと若干イージーなのかなと、期待しております。ミッション内容はねこんな感じになってます。小さな山あいの村で時間内の輸送を目指す、難易度のノーマルということで、失敗条件が3つありますね。ゲーム内時間で350週間プレイする、人口1未満、お金が0未満で、成功条件がですね、公共交通機関で、25万人かの乗客を輸送と、いうことなんで、早速ね、やっていきたいと思います。ということでやってまいりました。ストーリーメッセージ、今回はちょっと長めですね。ザルツブルクへようこそ。市民は美しい山間部の集落がお気に入りのようですが、ここでの生活は容易ではありません。自然の織りなす地形は生活するには不向きですが、ザルツブルクの住民たちは故郷が大好きで、公共交通機関が充実してくれることを望んでいます。資金が底をつかないこと、市民が退去 しないことに注意してください。はい、ということでね、始まりましたハイジ村なんですが、なんかすごいところにあるよね、あの各区画といいますか。はい、まあ川がこうね横切って、ちょうどここの三股のところに土地がねそれぞれ立ってるっていう感じなんで、難しいな、一言で言うと難しいよねっていう感じではあります。はい、で奥の方を見てもらって分かるように高速道路がね走ってるんですよ。でここの手前にも高速道路がねあるんですよね。でこっから、まあ、ラウンドアバウトで入ってって、いろんなところに行くみたいな感じなんですけど、なのでもうタイル買っちゃって奥まで綺麗に伸ばしていこうかなと、とりあえず。ただ高速道路がですね、次の1700人に行かないと使えないので、まあ、ちょっと高速道路建てるのはまだまだ後なんですけど、で、まあ、そこを起点にちょっとずつちょっとずつこう人口を増やすことができればいいなと思ってます。公共交通もですねまだ使えなくて、次の、マイルストーンになるまで使えないということなんでね、まあ、とりあえず、やってみましょう。はい、できました。あんまりですね既存のものはいじらずに、道路の周辺のちょっと邪魔になるような区画だけいじっております。はい、でタイルはね購入するって先ほど言ったんですけど、まあ、やっぱりちょっとお金もかかるしということで購入せずにですねギリギリまで伸ばしております。はい、各区画はまあ基本こんな感じかな。でここから、全部これがですね、はい、見てもらって分かる通り一方通行なんですけども、ここからね入れないと困るので、これに変えております。でここをぐーっと行くとですね、ここでつながると、こういう感じになっております。でちょいちょいに水不足のマークが出てるのはまだ水道管が、ちゃんとはっきり通り切ってないからなんですけども、であとですねここら辺から伸びていたこのここの地区に、行ける道路なんですが、一応こっちに、変えております。はい、とりあえずですねここから、拡張どん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 していけたらなと思います。はい、ではやっていきましょう。はい、1700人急成長中の町に、なりました。で新しいエリアタイルが買えるようになって、やっと公共交通が使えるようになりました。このミッションのね、肝となる公共交通やっと使えるんですけども、まあ、ただいかんせんですねお金が、ございません。今3464ドルしかありません。はい、でももう5週もね使っちゃってるんですよ。なんか残りは345週なんですけどね、なかなかやっぱり厳しいものがあるなと正直、思っております。まあね
やっぱ全てはお金なんだなと思いました。あの資金が無制限だったらもう好きなだけ好きなようにできるんですけど、なかなか人口も増えないわ、お金も増えないわ、だから軌道に乗るまでの時間がねだいぶかかりそうかなっていうのはちょっとした、本音かなっていう感じでございます。はい、それではね、どのように変わったかなんですが、まあ、あんまり変えてません。大きくはちょっとね、まあ、既存の土地から延長したりとかぐらいしかしてませんっていうのは、まあお金がね本当に全然ないし、かつ見てもらって分かる通り、水もね浄水下水とも、もう黄色信号カツカツです。で電力もですね、今何で一体動かしてるんだろう、あこれか、はい、で電力これですね、石炭発電で動かしてる模様なんですが、カツカツです。まもなく黄色信号になるかなという感じです。で税金はね、市民が暴動を起こさない程度に程よく上げてるんですが、それでも、この感じになっております。このままね、続けていきたいですが、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、まあ、次回やるならお金を貯めたいんで、一番ね、あの傾斜に無理がない場所が、まあ、この辺りだと思うんです。まだちょっと人が住みやすそうな感じではあるので、ここら辺を中心に開拓して、お金が貯まったらさっさと高速道路をね、作って2カ所から出入りできるようにしていけたらなと思います。はい、今回の動画は以上です。この動画が良かったな、面白かったなと思う方は高評価、チャンネル登録、あとコメントも、お待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。